はい、こんにちは、レトスノーノです。9月3日の3問に入っていきます。連帯保証人が債務を承認すると、主たる債務者の債務の事項は更新する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。主たる債務者の債務の事項は更新しません。連帯保証人が承認をしたとしても、債務の承認をしたとしても、主たる債務者に影響は与えません。これは相対項と呼ばれるものですね。つまり、主たる債務者の事項は更新しません。なので誤りだということです。この問題は本試験でも優しい問題に入るんですね。優しい部類に入ってきます。ただ、理解していない人が、ほとんどなんですね。なので、この点はちゃんと理解しておきましょう。理解しておかないと、本試験になったら大体頭真っ白になって、似たようなポイントと、混乱してくるんですよ。昨日の問題は絶対項だったんですね。で、今日の問題は相対項なんですよ。このようにもうごちゃごちゃになってきちゃいますので、ちゃんと理解をしておくと。そうすれば、ボンミスもしないですし、また応用問題とかでも解けるようになってくるんですね。なので、ボンミスしないためにも、また応用問題が解けるようになるためにも、理解をしておきましょう。で、どのように理解するかについては、個別指導で解説させていただきます。で、問い2です。宅建業者 B 社の使用人であって、B 社の宅建業を行う支店の代表者が、刑法第222条脅迫の罪により、罰金刑に処せられたとしても、B 社の免許は取り消されることはない、丸か×かという問題です。答え×ですね。支店の代表者っていうのは、政令で定める使用人、政令使用人です。政令使用人が脅迫罪により罰金刑を受けたということは、この結核の政令使用人を持つ B 社も結核になります。したがって B 社の免許は取り消されます。だから×なんですね。で、実はこの免許の基準には答えを導くプロセスっていうのがあるんですね。で、このプロセスを知れば、免許の基準で間違うことはなくなります。そして、この問題は、このプロセスに加えて、4つのことを学べるんですね。で、言い換えると、この問題が分かれば、免許の基準の問題の非常に多くの部分を学ぶことができます。これが効率的な勉強法の真髄と言っても過言ではないんですね。で、この真髄をあなたにも実践していただいて、短期間で実力をつけていただきたいと思っております。で、受講者様については受講者専用のメルマガでその旨解説しておりますので、ご確認いただければと思います。で、問3です。宅地造成工事規制区域内において、切戸であって、当該切戸をする土地の面積が400平米で、かつ高さ1メートルの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項または第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、知事の許可を受けなければならない、丸か×かという問題です。答えは、切戸の面積が400平米で高さ1メートルの崖なので、許可いらないですね。宅地造成工事の許可というものはいりません。なので誤りになると、許可を受けなければならないとなっていますので、これは誤りですね。切戸の場合っていうのは、切戸をした土地の部分に高さ2メートルを超える崖が生じる場合、または切戸の面積、これが500平米を超える場合、どちらか一方を満たしたら、これは宅地造成工事の許可が必要になってくるんですね。今回は400平米と1メートルなので、どっちも満たさないわけです。だから宅地造成工事の許可は不要だということになります。で、今回の問題文、このね、何々を除きですね。このあたりちょっと苦手とする方多いんですよね。で、何度かお伝えしてると思うんですけども、宅建に合格する上で一番重要なことっていうのは、この問題文を理解するっていうことなんですよ。つまり、ここの部分がどういうことを示しているのかっていうのをちゃんと理解するってことがすごく重要になってくるんですね。で、ちょっとこの点については長くなりますので、個別指導の受講者のみお伝えいたします。こういった部分をちゃんと理解すると、この問題文を理解できるようになってきて、本試験でも初めて見る問題もわかるようになってきますので、ぜひですね、ちゃんと問題文を理解するってことに焦点を当てて勉強を進めていきましょう。そして、今販売している予想模試の解説の中身を少しお見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのか、またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか、そこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。